雨が降り始めています。横浜スタジアムです。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズの6回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？とにかくね、1、2番の出塁ですよね。その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。まずはベイスターズの先発東が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあ、スワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。やっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい。際どいコースに送ってストライク。ですね。はい、ストレートが決まっています。あっという間に2ストライクです。これが3球目。打ちました。これはどうか、破りました、センター前。これで8試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ、1塁には先制のランナー、バッターは川端。バントの上手い選手ですからね、送ってもいいと思いますよね。はい。さあ、ここは送ってくるんでしょうか。インサイド決まっています。これが2球目。外へのカーブ外れました。まっすぐですね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げれるかどうかですね。なるほど。さあ、どう来るか。打ちました。取った。二塁を送ります。二塁アウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。さあ、バッターは青木。ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。いいところへ決めてきます。ストライクです。外れましたか。いいボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。ショート取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回スワローズ結局3人で攻撃を終えています。1回の裏、ベイスターズの攻撃です。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の原樹里。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。梶谷が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール。
さあ2球目は何か。アウトコース外れます。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。打ちました。これはショートライナー。バッターは2番に入っている大和。2試合当たりが出ていません。花樹里、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー花樹里、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。インコース詰まりました。ここはフライになっています。大引きが掴んで2アウト。バッターボックス筒香、ツーアウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目。インコース外れました。さあ3球目は何か。この球は外れています。ストライクになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インサイド落ちました。ファウルになります。低めの変化球です。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで7試合連続安打。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは4番ソト。昨日は猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが振れてましたからね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。2球目は何で来るか。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。これで7試合連続安打。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には宮崎が入ります。さあ先制のチャンスです。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。まずは簡単にストライクが来ました。スリーランホームランです。ベイスターズ今シーズン第2号のスリーランホームラン。ベイスターズが先制しました。3対0。低めの難しい球完璧に捉えました。はい、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いや、手応えあったんじゃないですかね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。6番バッターロペス、昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。いいところで打ってましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ベイスターズ見事先制点を挙げています。
西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね。理想的な形ですよね。ええ、さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。打った！レフトをバックする、バックする。ボールはそのままフェンスに直撃。これで4連打。ツーアウトランナー1塁。バッターは7番に入っている伊藤。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが1球目、ファウルになります。これが2球目、カーブ、すくい上げた。この打球はフライになっています。ショートが構えます。大引きが掴んで3アウトです。しかしこの回ベイスターズ3ランホームランが飛び出しました。1回終わって3対0ベイスターズ先制です。2回に入ります。追いかけるスワローズの攻撃。バッターボックス山田、昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。ベイスターズの先発は東、今日が5試合目の登板です。前回の登板は7回3分の2を投げて自責点に、打線の援護がなく負けがついています。2球目打ちました。外が抑えています。ワンアウト。バッターボックス村上、5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですね、バットを振れてる感じですね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。初球ストライク。打ちました。大和、アウト、ツーアウト。バッターボックスは6番雄平。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。この回の東、4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。打ちました。これはセカンドの右抜ける。ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている大引き。昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ2球目は何か。打ちました。センターへ抜ける。ベイスターズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあそしてバッターボックスには中村が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まだまだ回もありますし、勢いづかれると怖いですから、雑にならずしっかり抑えておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球いいところに決まりました。もう1球アウトローへ。これはいいコースに決まりました。さあ外してくるのか。打ちました。いい当たり、取った。一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。3対0 DeNA ベイスターズがリードしています。2回裏に入ります。ベイスターズの攻撃。バッターボックスは8番上里。2試合当たりが出ていません。
ベイスターズリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えるとひっくり返される可能性がありますからね。そうですね。高めの変化球は決まりません。今のはよく見ましたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。低めストレート、ストライク。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。変化球空振り、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の東がバッターボックスに入ります。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。次が2球目、ボールになります。インコース低めの球、ワンボールツーストライクと追い込みました。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。これが5球目、わずかに左に切れました。ファールボール。変化球空振り、ツーアウトになっています。打順はトップに帰って梶谷。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったですが、いい当たりでしたよね。タイミング合ってると思うんでね、期待できると思いますよ。はい、期待しましょう。ツーアウトランナーありません。外を狙っていきました。高めのボールに手が出ました。ワンボールツーストライク。打った、外野大きな打球になった。一塁線落ちてフェア。これで10試合連続安打。ツーアウトランナー一塁。さあツーアウトですが、追加点のランナーを置いています。バッターボックスにファーストランナースタート。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これで1本出ればランナーが帰ってきますね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。青木が掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。2回終わって3対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。初球打ち、これはどうだ。東、アウト、ワンアウトです。
打順は1番に帰ります。バッター坂口、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。胸元決まった。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。さあ5球目は何か。インサイド落ちました。これはどうか。ショートの横抜けた。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。さあランナーを一塁に背負います。バッターは川端。まあ状況的にはエンドランも考えられますね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。初球空振りです。インコースまっすぐ。さてこの川端どういうバッターなんでしょう。打ちました。ファウルになります。アウトロー見送ってボール。打ちました。痛烈。セカンドの右抜ける。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には青木が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだまだ回もありますし、勢いづかれると怖いですから、雑にならずしっかり抑えておきたいですね。なるほど、そうですね。バッターボックスの青木、今シーズン得点圏での打率は3割7分5厘となっています。次が3球目。インサイド弾き返した打球はセンターへ。タッチアップ。三塁へ送球する。三塁セーフ。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。リードはしてますけど、どうなるか分かりませんから、気を抜かずにしっかり抑え切らないといけませんね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。ストライクを取ってこれで追い込んだ。3球目は何で来るか。打ちました。ショート取った。2塁へ。スリーアウトになりました。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。3対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開予想されますか。まあでも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。右中間に強い打球。これはどうか。右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。
さあそして打席にはソトが入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですね。これが2球目、ライト方向を流しました。これはどうか、一気にライトへ。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット、4対0、ベイスターズ4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早くも突き放しにかかりました。バッターボックス宮崎、先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。さあ2球目は何か、インコース決めてきた。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。打ちました、取った。セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターは6番ロペス。さっきはしっかり捉えた、いい当たりでしたよね。はい、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。期待しましょう。ベイスターズダブルプレーでランナーなくなりました。膝元へ変化球が決まります。打ちました、セカンド取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ1点を追加しています。3回終わって4対0、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。バッターの村上、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。打ちました、高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが落下点に入ります。伊藤を抑えてワンアウト。打席には6番バッター雄平。前の打席はカーブを狙い打ちされたんでね、ここは気をつけたいですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。引っ張った、ロペス、一塁そのまま入ってアウト。打席には7番バッター大引き、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。この回の東、4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。次が2球目、打ちました、痛烈、これはショートライナー。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。伊藤がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ベイスターズリードで迎える4回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。
今のはバッターよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。ヒットになった。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー一塁です。打順は8番神里。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。痛烈、これはセカンドライナー。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ、先発として試合を作っていますし、まだ代打は出しにくいですよね。はい、さあここは自分で何とかしたい。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。バントしました。打ち上げてしまいました。取りました。送りバントは失敗です。打順はトップに帰って梶谷。前の打席はジャストミートでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。送れなかったことがどう響いてくるか。ボールになります。ボール先行です。これが3球目。インコース変化球決まりません。ストライクが入りません。ここは1球見ました。インコース決まった。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。まあ、フォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。さあランナーをどう生かしてくるか。打ちました。大引き一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。4回終了4対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。里崎さん、野手の援護もあってここまでいいリズムで投球が続いていますが、この後の継投はどうでしょうかね。まあ今日の内容であればできれば1イニングでも長く投げてもらいたいと思ってるんじゃないですかね。そうですね。どこまで引っ張るんでしょうか。2球目は何で来るか。このクロスファイヤーは効果的ですよね。はい、高めのストレート、ストライク。ノーボールツーストライク。さあ3球目は何か。打ちました。痛烈、セカンドの左抜ける。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。これが初球。送ります。取りました。一塁送球アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。さあ初球は何か。まず最初のボールを決めていきました。これが2球目。2球目打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。サードランナータッチアップ、バックホームする。サードランナーホームイン。1点返しました。ヤクルトスワローズ犠牲フライを決めてきました。
4対1ベイスターズ、その差は3点になりました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。まあキャッチャーがもう少しうまくリードしてあげるべきでしたよね。この犠牲フライで1点を奪われています。打席には2番バッター川端、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ベイスターズ追い上げられています。さあ2球目は何か、体に近いところ、ボール先行です。インコース決めてきた。打ちました。外、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回スワローズ点差を縮めていきます。4対1、スワローズが追い上げを見せています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあ、打線の流れとしては非常にいいですね。つながりも良くなっていると思いますね。確かにその通りですね。ファウルになります。ボールカウントはワンストライクです。今のは切れてましたね。確かにキレがいいように感じますね。あっという間にツーストライクです。ボールになります。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここもファウルです。見逃して三振です。ワンアウトです。今画面に出ているのが先ほどの配球です。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。バッターは5番宮崎。先ほどの打席はピッチャーゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。打った、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてレフトオーバー。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。打順は6番ロペス。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。サード取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。5回終わって4対1、 DeNA ベイスターズがリードしています。ここまでのハイライトです。1回の裏ツーアウト一塁二塁で5番宮崎、2球目しっかりと捉えました。ベイスターズこの一発で先手を取ります。2回の表、得点圏にランナーを置いて、しかし内野ゴロに仕留めます。得点を与えません。3回の表、このピンチの場面、ここはしのぎます。ここはしのぎます。その裏ノーアウト二塁の場面、4番バッター外、ライトへのタイムリーヒット。ベイスターズ1点を追加します。5回、ワンアウト三塁の場面、1番坂口、ここで犠牲フライ。ベイスターズ1点を返されます。
今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。横浜スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ヤクルトスワローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは青木。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ベイスターズリードで迎える6回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。さあ勝負してくるのか。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。打席には4番バッター山田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。東、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が2球目、ストライクです。インコースに持っていきました。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。センター掴んでツーアウト。打席には5番バッター村上。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。2球目は何で来るか。高めいっぱいに決まります。ノーボールツーストライクです。改めてお聞きします。バッターボックスの村上、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ壺にはまれば豪快な一発が飛び出すバッターですね。ああそうですか。外、これは外れていきます。打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ショートボールをこぼした。これで6試合連続安打。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには6番雄平。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。4対1、 DeNA ベイスターズがリードしています。6回の裏、7番から始まるベイスターズの攻撃。伊藤がバッターボックスに入ります。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。ベイスターズリードで迎える6回の攻撃です。ボールになります。低めの変化球は決まりません。外を狙っていきました。ツーボールツーストライクです。
次が5球目。低めの変化球は外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。まあ、フォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。さあランナーをどう生かしてくるか。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは閉鎖層を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。追い込まれました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。そうですね。さあ何を狙っていくか。まあ、ここは狙いも決めつつ、変化球空振り、ワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。そしてバッターはピッチャーの東。ここは送りバントで行くでしょうね。はい。さあ送ってくるか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。バントしました。ピッチャーが取る。一塁を送ります。アウト、ツーアウト、送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。初球は何で来るか。初球から際どいコースをついてきます。これはよく見ました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。6回終わって4対1、 DeNA ベイスターズがリードしています。西さん、ここまで投打がうまく噛み合っている印象なんですが、いかがですか。まあ、チームとしてはね、いいゲームになってますよね。そうですよね。これが2球目。ファウルになります。チェンジアップは入りません。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。バッターボックスは8番中村。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球打ち、この当たりはどうか。ライト掴んでツーアウト。バッターボックスには代打のバレンティン。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。まず何を投げてくるか。初球ボール、ストライクになります。次が3球目。打ちました。これはどうだ。ショート取った。
一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対1 DeNA ベイスターズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。7回の裏、ベイスターズの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号12、石山が2番手としてコールされています。西さん、ここで追加点を取ると取らないとではだいぶ余裕が違いますよね。いや、もちろんですね。この辺の1点2点というのは非常にチームにとって大きいですよ。さあ、その1点取ることができるんでしょうか。改めてお聞きしますが、この大和、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはまあコンパクトなスイングで確実にミートしてくるバッターですね。ああ、なるほど。引っ張った、取りました、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには3番筒香、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですよね。ワンアウトランナーありません。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。ファウルになります。ボールカウントは2ストライクです。見逃し三振、ツーアウトになりました。打順は4番ソト、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、ここはフライになっています。サードが構えます。川端が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。7回終わって4対1 DeNA ベイスターズがリードしています。これから8回スワローズの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。砂田が2番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあ、マウンドに上がったのは砂田、今シーズン10試合目の登板です。昨日の悔しさをどう振り払うかというところになります。昨日は不本意な登板、リードを守りきれませんでした。まあ、力はある選手だと思いますから、今日は切り替えてやってもらいたいですよね。そうですね。さあ、今日はしっかり抑えていきたい。打ちました。弾き返した打球は右中間へ、ライトが取りました。2番バッター川端、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。アウトコース外れます。打ちました。大和、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。3番バッター青木、今日はまだ当たりがありません。まあ、前の打席はいいリードでしたよね。まあ、ですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。2アウトランナーありません。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。内に切れ込んできました。ワンボールツーストライク。
ボールになります。打ちました。セカンド取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対1 DeNA ベイスターズがリードしています。8回の裏に入りました。ベイスターズの攻撃、打順は5番宮崎。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、はい、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。期待しましょう。ベイスターズリードで迎える8回の攻撃です。西さん、点差がありますんで、ここは自由に打たすところですが、どうですか？まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インサイド見送っています。146キロ。3球目は何で来るか。3球目打ちました。これはどうか、ヒットになった。あっと取れない。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスにはロペスが入っています。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですよね。レフトに持っていった、大きな打球だ。ボールはそのままフェンスに直撃、二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ追加点を挙げました。5対1、リードを4点に広げました。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。この場面で守備に乱れがありました。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点となりそうです。打順は7番伊藤。前の打席ではフォアボールを選んでいます。バントの構えでバッテリーを警戒させます。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。さあ、2球目は何か。変化球を持ってきましたが、わずかに外れました。ボール先行です。いいところへ決まります。147キロ。送ります。石山一塁送球、アウト、ワンアウト。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。こういう場面で初球から簡単にストライクを取れるのはボールに自信があるからでしょうね。なるほど。次が2球目。危ない球です。これが3球目。インコース高めのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。落としてきましたが、これは外れます。さあ、仕留められるか。チャンスの場面、振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の桑原。ツーアウトランナー二塁です。西さん、
ここは期待がかかってしまいますね。うん、この打席に期待しましょう。そうですね、この起用に応えたい。見送ってまずはストライクです。牽制、二塁はセーフ。大きく枠を外してきます。アウトコースストライク、ワンボールツーストライクです。もう一球牽制球、二塁タッチもセーフ。さあ勝負してくるのか。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。チャンスの場面で見逃し三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズ1点を追加しています。8回終わって5対1、DeNA ベイスターズのリード広がっています。これから9回スワローズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。パットンが3番手としてコールされています。最後の締めを任されました。里崎さん、最終回のマウンドに立つというのはやはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね、かなりプレッシャーはかかってると思いますよ。はい、そのプレッシャーに打ち勝つことができるんでしょうか。2球目は何で来るか。スライダー外れます。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど。さあキャッチ、引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには5番村上、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーなしです。初球空振りです。低め見送っています。さあ3球目は何か。力のあるまっすぐですね。はい、低めにストレートが決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打った、筒香が掴んで2アウト。6番バッター雄平、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。さあ勝利まであと1アウトとなりました。初球打ち、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファウルボールです。打った、センターに大きな打球、スタンドには届きません。これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。バッターボックスには7番大引、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。高めのボール、これはどう、センターに抜ける。今日もマルチヒット、2アウトランナー2塁1塁。ベイスターズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の山崎。山崎、
さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこの場面はきっちり抑えてこの点差のまま乗り切りたいですね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の山崎、このピンチをどう切り抜けてくるのか。これは見送ってボール。次が3球目、高めへのストライク。外角低めへのストライク。さあ2ストライク、追い込みました。低め、これは外れた。フルカウントになります。さあ6球目は何か。ピンチの場面、見逃し三振。試合終了。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな一勝となりそうです。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはDeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。